小道具第2弾はナイフです。スライド用のナイフですね。そもそもナイフをブルースマンたちがどれぐらい使ってたかという疑問はありますけど、まあロバートに関しては前述の通り複数の人間から使っていたのは間違いないという証言は得られているとのことですけど、まあどれボトルに比べて割合はどれぐらいだったのかとか、どの曲で使っているのかなんていうことははっきりはしませんけど、多少音質に違いがあってあることからも役割も少し違ってきていると思います。ボトルの方は割と1本2本の少なめの弦をズーンと鋭く強く大きな音で鳴らすのに適していると思います。この硬い素材でこう一点ですからね、その一点を使ってるから鋭さがありますし、まあ他の指が自由になるので、コードを押さえたりとかできるんで、ユーザー数も多いというか、同じ一人のブルースマンの中でも両方使う人なら頻度はこっちの方が高いわけです、基本的には。それでナイフの方はこの長さが約束されてるというのもあって、割と多くの弦をぐわっとにぎやかしのように鳴らすのに特に適してると思います。この低面が研ぎ方などによってこうカーブがついているんで、それほど安定していないんですよ。それほど安定してない上に、この弾く時の角度のつきようでピッチが不安定になりがちで、そういうことも含めて雑味となって、それがナイフの魅力につながっていると思いますね。割と軽い音で、そういう制御しきれない部分が魅力になっていると思いますね。このナイフを最初どういうナイフ使ってるのかなと思って、インディアンナイフっていうんですかね、肉を切るのにアメリカで割と使われてきたという平べったいナイフがあるんですけど、それがこう平たいからスライドに向いてるんじゃないかなと思って、こっちに帰ってきた時にオークションで買ったことあるんですけど、結構高かったんですけど、その時はまだお金あったんですけど、それはちょっと大きすぎて意外と使えなかったですね。その後いろいろ考えて、で結局たどり着いたのがこの電工ナイフです。電工ナイフというのは工員さんがいろいろ作業するのに使うんですけど、例えば銅線を向いたりするのに、今はストリッパーとかありますけど、そういう
作業用にこう使われている工具の一種という一種です。まあ結構廃れてきてるらしいですね。木製のもの自体もプラスチックというかああいう樹脂のものに取って代わられてるみたいで、まあそっちの使い心地は試してないですけど、これは結構木の部分も私は使うんですよ。それで、それでも割と劣化せずに、この結構こう曲がっ使って削れてしまってますけど、これは柔らかい木だともう巻き弦とかをこうゴシゴシやるせいでもう一発で削れちゃうでしょうけど、かなり何年も使ってもうこの程度で済んでいるというとも言えると思いますね。こっちの 面は使ってないんで錆びてます。でこっちは面は綺麗にピカピカですけど、このような角度がついてるわけですね。研いだ初めからこういう斜めってるというか、そういうそうなのか、研がれたせいなのかちょっと私わからないんですけど、これは電報ナイフは1000円から700円で手に入るような、1000円、700円、1000円、1400円くらい前ですかね、安価なものなんですけど、私はこれは中古オークションでなんか釣り道具とかに使っているというやつを落としたんですけど、まあすごくしっくりきて、感謝の手紙を出したりした記憶がありますけど、ポケットナイフ系で折りたたみできるものなんですけど、そういうポケットナイフというものを考えたら、当時の黒人たちが使ってたものと、電工ナイフ使ってるわけないですけど、似たような系統のものを使っていた可能性はあると思いますね。これはまあ日本だと銃刀法違反とかありますんで、この刃ナイフを外で持ち歩くことは難しいので、ここの刃の部分をバカにして業者に頼むか自分でやるのか、バカにしないと使えないかもしれないですね、外では。なので私はこの柄の部分とこっちの刃の部分と、あとこの背の部分も使います。もともとこうまっすぐ垂直に当てるだけではなく、このピッチが揃えるために少しこう斜めに当てる方が綺麗な音が出るんですけど、この削ってるせいでこうさらに斜めにやる必要が私はありますね。普通はこの背面を向けてこうプレイするみたいなんですけど、私はここのカクカクしてる部分が巻き弦とかにザラザラ言いすぎて雑味が強すぎるというか、それでこっちの方が使いいなという結論に達しましたね。
まあ普通はこっちで引くものなんですかね。だからこういうふうな引き方になるかもしれないですけど、ナイフプレーに普通も何も、普通も基本もありゃしませんけどね。自分が考えたやり方でやればいいものだと思ってます。で、ここの面もロバートはコードチェンジの直前に弾く部分とかは性格が違うというか、そういう音が少し違うような気がして、そういう要所要所なんかはこっちの木の部分を使って変化、トーンに変化が出たらなと思ってやってます。ここの背面も特別な時に、特別クリアで大きな音が必要な時に使います。立てて、ナイフを立てて使うことがあります。こんな風にして私は電工ナイフを使っているという話でした。ではまた。